はい、先月直りの一動を始めていきたいと思います。今回もですね、自家搾りの、青森産のリンゴ味です。アルコール度数 4% か。果汁が 4.2% です。青森産リンゴを収穫した産地で、あらかじめ細かく砕いてから丁寧に絞った。産地自家搾り果汁を使用。リンゴ果汁と、焼酎と糖類と酸味料と香料です。まあ、リンゴはね、普通にね、100% ジュースが売ってますからね。まあ、ポピュラーではある。そんじゃ、乾杯。やっぱあんま甘くないね。甘くないからこそ、リンゴのうまさが、なんか、出てる。香りかな？コクかな？でもなんか、ちょっと、甘さが少ない気がするな。ほら、なんか、グレープフルーツとかだったらまあ、わかるんだけど、リンゴってもともと甘い果実ですから。もうちょっと甘さが、一応、糖類入ってるはずなんだけどね。リンゴってもともとそもそもね、かなり甘い。オレンジとかも、よりやっぱり、酸味がないんで、それによって、余計に甘くなるはずなんですけど、あんまり甘くないですよ。そうそう。俺昨日ですね。なんだ。ネットの山屋で、ちょっと、ショッピングしまして、いろいろ買いましたね。3000円で送料無料。3000円以上で送料無料だったから、とりあえず ね、3000円買いました。ウイスキー1本。あと、何買ったんだっけ？ビールと、あと全部ビールか。ここだけでしか売ってないのかな。ドイツナンバーワンビール。エッティンガーっていうね。まあそれをね、ちょっと買いました。まあウイスキーは以前から飲みたかった。ものですけど。まあ結構いろいろ売ってんだよな。本当に。しかも安いんですよね。こういうショッピング、オンラインショップでいろいろ見るのもまた楽しいんですけど。またね。意外とこういうところの方が
ね、品揃えが豊富なんで。結構面白いですね。こういうとこ見てると。しかも税込み価格でもう結構安いですね。ここは。山屋はね。本当に。安い。そういえば、あと俺、ライウイスキー飲んでみたいんだよな。ライウイスキーね。あれ。飲んでみたいんですけど。あ、そうだ、ブラック&ホワイトもあったな。これも飲んでみたいんだよ。ブラック&ホワイトっていうウイスキー。ね。なんか、猫と犬のマークかな？黒猫と白い犬のマークが、マークっていうか絵が描かれてる。これちょっと、あれだな。飲みてえな。これ売ってないですね。あと何だったかな？あとなんか、飲みたいやつが。なんだったっけな？二ちゃんであったんだよな、二ちゃんで。飲みたいやつが。ちょっとググってみるか。ウイスキーでググって。ん？あれ。あれ、ウイスキー出てこねえ。あ、これか。安ウイスキーランキング。なんだったっけなぁ。オールドチャーター8年か。これだ。オールドチャーター8年飲んでみてんだよなぁ。バーボンですね。オールドチャーター8年って、結構かっこいい名前のやつなんですが。売ってっかな、オールドチャーター8年。オールドチャーター8年。多分売ってないかな。売ってないですね、山屋にね。オールドチャーター8年。こちら。ね。楽天だと値段が、1590円。黄色いラベルですね。はあ、はあ。でも、8年、で、この値段だったら十分買いではない。だって、ねえ、アメリカンウイスキーで、なんだ、ターキー、ワイルドターキー8年。ワイルドターキー8年2200円ぐらいするもんね。確かね。
この値段だったら非常に安いんではないか。と思いますが、まあ売ってないんだよ、どうしようもない。です。ウィスキー。でも、ハーパーが1700円で売ってるんだもんな。この山屋。ハーパー1700円で売ってるんですよ。安いな。にしたって安いな。あとは、あれは？テネシーウイスキーの、なんだっけ？あれですよ。あれいくらすんだろう？てか関係ないけど飲んでみたいのが、高いんですけど、ラフロイグ。ラフロイグ飲んでみたいんだよね。あ、ジャックダニエル。ジャックダニエルが、あれ？これ1リットルのやつしかねえぞ、ジャックダニエル。700ml のがないんだけど。1リットル2243円。割と普通だな。ラフロイグ飲みてえな。ラフロイグ3000円くらいするんだっけ？ 4000 円くらいするか。ラフロイグ。ラフロイグがね、ものすごいらしいですね。うん。なんか、すごいらしいですよ。噂によると。ワイルドターキー8年が、いくらだ？ここだと。ワイルドターキーの、8年売ってねえ。あった。あ、売ってたって。2243円ですね。高いですね。まあこれアルコール度数 50.5 度だもんな。ワイルドターキーね。2243円か。やっぱワイルドターキー8年高いですね。同じ8年でもね、オールドチャーター8年は割と安いですな。うん。で、このワイルドターキーの本当、ワイルドターキーっていうのはね、スレでもある、2ちゃんのスレであったんですが、ワイルドターキーといえば8年らしいですね。うん、むしろ13年はあんまり美味しくないらしいです。8年はうまいと。そして、一番のおすすめが、ワイルドターキーのレアブリードっていう。ね。6年と8年と12年の異なる熟成年数の樽出し原種をブレンドした一品ですと。これが 700ml 4094円となってます。で、ラフロイグが、3682円。ラフロイグ。ラフロイグクォーターカスクって書いてあるけど。なんか違うのかな？ラフロイグ飲んでみたいですね。ラフロイグの10年か。一番安いの。10年ですね。10年が3500円ぐらいか。ああ。これがすごいらしいですね。セイロガンの香りがするらしいです。俺、セイロガンちなみに大好きです。セイロガンの香りがね、たまんないほど好きなんですが。
一番、ラフロイグっていうのが、ものすごい、味らしいんで。ボーモアとかはまだいいらしいんですけど、マシらしいんですけど。癖が強すぎるらしいです。アイラ島のウイスキーでは、一番、ね、癖が強いと。らしいですね。でも、オールドチャーター8年売って、オールドチャーター8年1198円で売ってるんだか。河内屋で送料が399円。だから、結局1600円ぐらいか。で。まあ、そんなこんなで。オールドチャーター8年。飲んでみたいですが。売ってません。ラフロイグだったら普通に売ってんだよな。ただ高いんだよな。4000円するんだよな。本当に4000円もするんだもん。さすがにきついわ。コク。普通。甘み。普通。香り。普通。おすすめ。普通。だな。3333で、お疲れ様でした。